ミュージックジャパン TV をご覧の皆さん、Yo my pass、オクトパスです。はい、栗田光平です。海保です。はい、そして番組からの質問をいただいたんですけど、はい、クリスマスまであと1ヶ月ということで、クリスマスにまつわるエピソードを教えてくださいということなんですけど、はい、どうですか、海保くん、ありますか、なんか。ありますね、もうすごいエピソードだ。エピソードというか光景がありましたね、はい、2年前にですね、はい、ちょっと留学行ってて、その時にまあニュージャージーやったんですけど、はい、まあ、バスで1時間のところにニューヨークがありまして、うん、ニューヨークのところでも1日フルでもすごいクリスマスの思い出作りましたね。でっかいクリスマスツリー、そしてリンク、スケート、あ、スケートリンク、そう、スケートリンク行きまして、でも何がそうかって言ったら、夜、うん、普通に街中歩いてるじゃないですか、はい、ってトコトコトコ、ほんならもう街の何このビルみたいなところに LED ライト、うん、あーってこう出て、うん、夢の国のような、そのいろんなキャラクターがこうバッとバンバンバンって当てて、もうまさかもうあの夢の国のような夢の国を歩いてるような、本当に夢の国みたいな、いいな、そう、夜ですごい素敵な、クリスマスでしたね。本場のクリスマスいいっすね。そうですね、はい、はい、なんかクリスマスにまつわるエピソード、はい、そうですね、ちょっと今欲しいものを、あ、いいですね、今サンタさんに頼むとしたら、はい、僕はこう今東京で一人で暮らしてるんですけど、そのカーテンがなくて、家にカーテンがなくて、こう布をかぶせてるんですけど、ちょっとカーテンをちょっと自分で買いに行くのがめんどくさくて買ってないので、そうサンタさんに買ってもらいたいなと。おー、なのでカーテン、じゃあサンタさん、僕いい子にしてるんでください。キュートなプレゼントやな。そうね、はい、はい、そして僕たちオクトパスのサードシングル「LIKE」が11月16日にこう発売されることになったんですけど、自分の好きなことだったりやりたいことを全部全肯定というか、こう前向きにポジティブに捉えられる楽曲になってるので、こうたくさんいろんな方に聞いて勇気だったり、自分の道は間違ってなかったんだなという気持ちになってほしい楽曲になっております。で、収録曲もね、バンプと、そうですね、オールデンオーナイっていう2曲があるんですけど、どうですか、はい、好きな曲とかありますか。そうですね、僕個人的にはバンプがすごい好きで、はい、バンプ、打ちつくみたいな、うん、打つみたいな意味なんですけど、本当にその通りで、うん、力強いサウンドとともに、その血が騒ぐような内からを聴いてると強くなれるような、うん、そんな素晴らしい曲になってますので、ぜひぜひ聴いてください。そして、はい、オールデンオーナイトもね、はい、すごいおしゃれな曲なんですね。そうですね、 R&B 調で、僕たちオクトパス初めて挑戦する楽曲の種類というか、そうですね、挑戦でもある、はい、すごいおしゃれでグルービーな曲なので、うん、ぜひぜひ体揺れて夕焼けとかね、はい、なんかその辺で聴いてみたらめちゃくちゃちょっとエモーショナルな、そう、エモーショナルな気分になるので、はい、ぜひぜひ聴いてください。はい、そしてこの LIKE の MV なんですけど、見どころとかありますかね、はい、いや、もうたくさんですね、今回その、なんだろう、ジャパニーズラスベガスと言いますか、あー、ずっとずっとこれ言ってるんですけど、ね、はい、もうなんかもう撮ってるその場所がすごいラグジュアリーな場所で、その踊っててもなんかすごい、その一緒に場所とそのサウンドと俺たち僕たちを感じながら踊ってるので、その見てくださる方も内から湧き出る踊る楽しい、もうそんな曲になってます。パフォーマンスもね、はい、心とか他なんか補足あります？補足あります、はい、どんなパスの仕方ですそうですね、LIKE っていうことでなんか僕たちの好きなものをこう持って撮影させていただいたんですけど、あ、まあ、それはもう MV を見てのお楽しみだと思うので、こうまだ見てない方はぜひ見て、このメンバーの好きなものは何なんだろうなっていうのを見つけながら見てほしいなっていうのもありますし、本当に LIKE っていうだけあって、なんか自分の好きなものだったりっていうのをこう前面に押し出して、でもそれこそ何ですか、ラスベガスのような、はい、ちょっと気品あふれるセットだったりの中で踊らせていただくことができたので、はい、とてもいい MV になってると思うので、はい、気になった方はたくさん見てみてください。見てください、はい、そして僕たちオクトパス、あと1ヶ月ちょっと後になるんですけど、こう12月23日金曜日に東京ステージガーデンにてサードファンミーティングを開催することになりましたので、今日クリスマスの話をしたんですけど、はい、クリスマスイブイブということで、23日僕たちオクトサンタと一緒に何か楽しい時を過ごせたらいいなと思うので、僕たちを見て ね、なんか会いたくなっちゃったなと思った方はぜひ遊びに来
してみてください。はい、そして今日見ていただいた方にメッセージを海くん、はい、お願いします。見ていただきありがとうございます。僕たちサードシングル「LIKE」をリリースさせていただいたんですけれども、こちら本当に見どころ満載 の、はい、あのまた新たな僕たちのオクトパスのシーンがたくさん詰まってる曲ですし、それこそチャレンジングな、はい、あの曲もあのたくさん収録されていますので、ぜひぜひ楽しんで聴いてみてください。以上、オクトパスでした。ありがとうございます。